戦略大作戦吹き替え完全版ムービープラスオリジナルテレビ初放送。ちょいっと耳に入れたいこと。どんなこと？クリント・イーストウッド、テリー・サバラス、スチュアート・マーゴリンが集結した戦争アドベンチャー。地上波放送時にカットされたシーンを新たに追加収録。ノーカット吹き替え版として蘇る。出発。山田康夫さんから引き継ぎ、ただの傭兵が。いや、砲弾の雨を降らしてほしいんだよ。ド派手な弾幕を張ってくれ、モリガン。大平徹さんから引き継ぎ、楠木大天が。秘策を曲げたって誰も力しねえさ。奴にはもうちっと俺らのために働いてもらう。父、大塚近雄から引き継ぎ。大塚明夫がそれぞれ演じます。なんなら状況も報告しましょうか。臭いし寒いしびしょ濡れだし、砲弾の嵐だよ。今回のイーストウッドがどうだこうだというよりも、その山田康夫さんが吹き替えてニュアンスをつけたことによって僕らの頭に認識されてるクリント・イーストウッドっていうキャラクターを演じることばっかり考えてるんですよね。大平さんのセリフがもうすごくタイトで、すごくびっしり詰まってて、ちょっとこれは本当になんか読んだらできないなっていうか、もう本当覚えるレベルでやらないとできないんじゃないかぐらいな、ちょっと大変な作品でしたね。これはあくまでも追録ですので、やっぱりオリジナル大塚近雄さんのねテイストを損なわないように、あたかも目の前で蘇ったかのようにできればいいなと思いました。はい。戦略大作戦吹き替え完全版ムービープラスオリジナル、ぜひご覧ください。